あ。あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。クラウド？どうしたの？なんでもない。あれ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか？ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか？ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前、見なくちゃね。ここ。うん？ちょっと待ってて。見て。隠し通路、7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。
ルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。エアリス、その格好は一体。ね、そう思うよね。ひどいよね。もう少し何とかできたらよかったんだけど。選ばれることが目的じゃないだろう。そうだけど、クラウドも頑張ってくれたのに。頑張ってくれたんだよね。それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ？聞いたけど心配だもん、はあ、ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ？私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん？